ナポリの下町にやってまいりました。スカッパナポリといって、ナポリを半分に分けるというような意味の、まあ、メイン通り、下町のメイン通りがあるんですけど、まあ、そこにはピッツァの名店がひしめき合っております。アメリカ合衆国大統領クリントンかなも食べたと言われるピッツァリアがあったりとか、まあ、あとはこっちならでは名物の、あの揚げピザ、ピザを揚げたやつ食べれるということで、まあ、そうですね、おやつがてらスナックで食べようかなと思います。まあ、かなりディープな味のあるエリアですね。いや、下町はね、どこでもそこの地元食が強いんで面白いですよ。小道に人が密集してる。ご覧ください。スカッパナポリでちょっと人疲れした方はですね、ちょっと隠れ家的な、ここはカフェラウンジがあるんですけれども、スカッパナポリの通りを、今出したこの場所で右に入るとですね、こういう空間に入るんですけど、まあ、ちょっとしたアンティークものとかが展示されていて、まあ、それを見る分には無料ですし、あとは生演奏、ピアノの生演奏を聴きながらカフェができます。かなり中は広くてガーデンにもなっていてですね、かなりくつろげる、雑踏でちょっと疲れた方にはですね、まあ、ベストな憩いの場所です。これはね、まあ、オアシスみたいなとこですね。ただポイントとしてはカードが使えないんですよ。キャッシュオンリーなんで、まあ、そこら辺ですね。まあ、そもそも下町に来るんであればキャッシュをね、用意しておくのがいいと思います。それでは、
イタリアンマフィア編でジョルノ・ジョバーナと何だっけな、キャラクターがなんか戦う戦闘シーン、電車内で戦う戦闘シーンのケーブルカーに似てますね。そんな感じです。これからナポリの夜景を見に行きます。